こんにちは、マサです。字幕とスピードは設定から変更できます。今日は電車に乗って難波というエリアに行きます。ここは地下鉄です。これは大阪の地下鉄の路線図です。関西国際空港はここ、大阪駅はここ、大阪城はここ、道頓堀はここ、ユニバーサルスタジオはここです。関西国際空港から大阪駅のある梅田まではだいたい1時間です。日本はそれほど大きい国ではないので移動しやすいのがいい点です。休日が短くても気軽に来れると思います。もちろん今はコロナの関係で日数がかかることもあります。よく調べてから旅行に来てください。地下鉄は迷いやすいので駅員に聞いたり地図を確認しましょう。地下鉄には線路に落ちないようにホームドアが置かれています。日本ではプラットフォームをホームと言います。なのでホームドアと呼ばれています。携帯を見ていて線路に落ちたり、酔っ払いがよく線路に落ちていましたが、これのおかげで事故が減りました。まだすべての電車のホームに設置されていないので増えると安心ですね。電車内は長時間は撮影できないので雰囲気だけ楽しんでください。今はウイルス感染防止のために電車の窓を開けています。なので冬は少し寒いです。日本ではまだほとんどの人がマスクをしています。 99% の人がマスクをしていると思います。皆さんの国ではどうですか？日本ではまだどこに行っても外で大声で話すことはあまりよく思われません。日本には高齢者が多いからです。また日本人は他の人に合わせる文化があります。それが悪いことだとは思いませんが、ずっとマスクを外せないです。マスクを外していると変な感じに見られます。他の国で誰もマスクをしなくなっていても、日本ではマスクをしなくてはならないかもしれません。仕方がないですね。医療従事者は毎日頑張ってくれているので感謝して生活しようと思います。5月の大型連休にこの動画を撮りました。5月の大型連休のことをゴールデンウィークと言います。ゴールデンウィークは通常4月29日に始まり5月5日に終わります。ゴールデンウィークはみんな出かけるのでどこも混んでいます。学生も社会人もほとんどの人が休みだからです。ユニバーサルスタジオもディズニーランドもめちゃくちゃ混みます。列に並んでいる思い出が多くなるかもしれません。混んでいるだけでなく入場料が高い施設もあります。ホテル、温泉、カラオケ、ゴルフ場などは料金が普段より高いです。旅行で日本に来るならゴールデンウィークが終わってから来るのがおすすめです。反対にそれ以外の平日は快適に過ごせます。5月は寒くなく暑くもないので旅行でおすすめの時期です。
6月は梅雨になります。雨の日が多いので旅行にはおすすめできません。5月の中旬から下旬がおすすめです。私もとても好きな時期です。もっと向こうやん。中国ちゃった。人が集まっていますね。少し見てみましょう。コスプレのイベントが開催されています。コスプレとは、アニメや漫画、ゲームのキャラクターに扮装することです。コスプレは、ハロウィンに代表される仮装とは違います。コスプレをする人をコスプレイヤーと言います。コスプレイヤーは単にコスチュームを着るだけでなく、表情や仕草もキャラクターになりきります。コスプレは漫画やアニメ、ゲームと並ぶ日本のサブカルチャーの一つです。ここにいる人を YouTube にアップロードすると迷惑がかかるので、参考写真を見てください。ではまた次の動画で会いましょう。